こんにちは、ナナです。王将戦で一勝を挙げほっとした感があります。そもそも藤井二冠を応援していて負ける対局を見ることの方が圧倒的に少ないため、当然勝つだろうと見ているわけですよね。なので負けると強い衝撃を受けます。それでもあの対局を振り返ってホッとしている人がコメントしていたりすると、こちらまでほっこりします。それが藤井二冠の師匠です。何かあるといつもそばにいて心の安寧となっている。棋聖の就位式で師匠杉本八段が挨拶で話していた言葉が印象的でした。こんな風に話していました。藤井棋聖を弟子にしたのがちょうど8年前の10歳の時だったと思います。そこから本当に順調に成長してくれたなと思っているのですが、師匠というのは弟子がうまくいっている時は特に何もすることがなく、不調やスランプになったらアドバイスや将棋の相談に乗ろうと思っていたんですが、一向にスランプになることもなく、いえそれを願っていたわけではないのですが、本当に順調に成長してくれて、師匠の私としてもアドバイスすることもなく少し寂しいかなと思うこともありました。私は藤井棋聖が29連勝した時に映画で言うならこれは予告編だと話しました。今回タイトルを取り本編がやっと始まったくらいでは感じだと思っていて、これからとてつもない記録をどんどん塗り替えていくのではないかなと思っています。藤井棋聖は何分まだ18歳です。これからも皆様温かい目で見守っていただけたら嬉しいと思います。こんなことを話していました。この言葉通り、杉本師匠は王将戦で敗れた後も共に東京からの帰路を共にし見守っています。豊島竜王との対局後は特に辛そうだったと話していましたが、その時ある局面について珍しく藤井二冠が師匠に意見を求めていたことも吐露しています。辛い時にそっとそばにいてくれる人がいるって本当にありがたい。確かに惨めな姿を見せたくないという思いもあるでしょう。ですが悔しすぎて何が悪かったのかちょっと人に言いたいというようなこともあるでしょう。それに悔しすぎて視野が狭くなって普通に危ないってこともあるかもしれません。だからやっぱり師匠がいてくれてファンとしても安心でした。さてそんな思いを超えて、先日王将戦で佐藤天彦九段に勝利し満を持して白星を挙げました。その時のことを師匠はこんな風に振り返っています。意表を突く佐藤九段の中飛車だったが、振り飛車党の自身との練習将棋で不慣れではなかったと分析。残り2局最後まで全力を尽くすのが棋士の責務と3勝3敗の差し分けを期待していました。続けて印象的だったのが86手目7七の銀です。王から遠い角と金を相手にするプロが嫌う手。例えば8八角成同金7九角で7八の金を反対方向へ遊ばせる選択もありますが、7七の銀はと金攻めに期待しました。ということでここで藤井二冠らしさが見えました。一見効率は悪そう、でも先入観を持たずに指せるのが持ち味。少年時代からそうで、どちらかといえば得意な手でした。ご機嫌中飛車は意表は突かれたでしょうが、昔からよくやった戦型でもありました。私とだけでも10局は指した。スケールの大きな差し回しで緩急自在に勝つ藤井二冠の良さが出た将棋でした。これが残留へ待機の一勝です。開幕3連敗はちょっと不出来と感じていましたが、一つの棋戦でこれだけ負けるのは生涯初かもしれません。夏場のタイトル戦の疲れなのか、いい頃に比べると決めきれないらしくない将棋が続いていましたので心配していましたが、星勘定しても仕方ないんでと話していました。そうなんですよね、藤井二冠らしい将棋ができなかった、それだけなんですが、でもそれはきっと相手の気迫だったり鬼リーグと言われるだけのことがあり、魔物が潜んでいたように思います。天才の将棋を封じ込めるだけのリーグ戦って本気で恐ろしい。
そういう中でも、こうして勝った時は喜んでくれ、負けた時は、弟子の力を信じ見守るという。なんだか、素敵な師弟関係だなって思いました。鬼リーグの頂点に君臨するのが渡辺名人ですが、棋聖を、見事な将棋で奪取され、藤井二冠の強さに関しては、身に染みて痛感していると思われるため、正直今期は、藤井二冠が挑戦者になるってことがなくなり、本気でホッとしていると思います。そんな名人がこんなことを話しています。藤井さんに対抗できる人がいないと盛り上がらない。データは得られたので、次は対策を構築したいと話し、次は前回のような戦いはしませんよと言わんばかりの言葉を放っています。改めて、渡辺名人の歴史を振り返るとこれまたすごいですよね。15歳のデビューから、今春で20年を迎え、20歳で、初タイトルの竜王を獲得して以降、積み重ねたタイトルは26期。現役では、羽生善治九段の99期、谷川浩司九段の27期に次ぐ3位で、竜王と棋王の永世称号の資格も持ちます。ただ、最も歴史あるタイトル、名人への道は意外に遠く、本人も諦めていたというような、ことすら語っていました。ご存知の方も多いかもしれませんが、渡辺名人も、人並みにスランプを経験しています。それが、名人への道につながる順位戦で、顕著に現れました。名人戦の予選にあたる順位戦では、最高峰の A 級から2018年3月、一つ下の B 級1組に陥落しています。この時の心境を、名人は、自分には縁がないものと、一度気持ちが切れてしまったと、素直に話しています。17年度は、人生初の年間負け越しを喫し、保持するタイトルも、棋王のみの一冠に追い込まれていました。この不調の理由を、名人は、こう分析しています。AI がもたらした戦術の激変。玉を固めるだけ固め、一気に攻めるという得意スタイルを確立していたが、その手法を AI は評価せず、具体的な攻略法まで示してきた。急な価値観の変化に対応しきれなかった。AI が導入された当初はこんな風に感じていたようですね。AI を当たり前に使いこなす世代との大きな差がここで生まれたようです。しかし、ひとたび AI 研究の最先端に踏み込む覚悟を固めると、たちまち V 字回復を果たします。自身最多の三冠に復帰し、昨年度の最優秀棋士にも選ばれた。順位戦では、B 級1組から A 級まで22戦全勝の圧倒的な成績で名人に挑戦、奪取しています。一度落ちたことで、結果的に前より勝てるようになった。もしかもなく不可もない成績が続いていたら、新しいチャレンジはできなかったと、感慨深げに振り返っています。この言葉が、微妙に、藤井二冠の王将戦3連敗に重なります。と言っても、藤井二冠に至っては、王将戦で、強い棋士に3回敗れたって。だけのことで、ちょっと、今期の挑戦は、無理だねってだけのことではありますが、常に、8割超えの勝率を叩き出している。天才からすると、これもまた、かなり精神的にきつかったことなのかもしれません。でも、きっとこういうことがあるからこそ、さらに強くなれるとも取ることができるんだなって、改めて名人の言葉を聞いて考えることができます。渡辺名人は、AI を導入したことで、具体的に何が変わったのかという点についてこんな風に、分析しています。序盤ですね。AI で、局面の優劣を数値化できるので、曖昧なところのあった序盤研究が精密にやれるようになった。もともと番勝負での戦い方に長けた戦略家として知られますが、そこに AI の力を借りて、さらに研究を深めることができるようになったようです。それがこうして、棋聖戦第3局では、初手から90手進んだ局面が、事前の研究範囲だったと感想戦で明かし、周囲を驚かせていました。さらに、AI で戦略が立てやすくなった点も、相対的に、自分が上に行った理由だと思うとも話しています。ただ、研究合戦が激化したことで、今の将棋界は、選択肢が狭くなったとも語る。どれも、
同じような将棋ばかりになっている。10年前の方が、新しい指し方へのチャレンジがあった。その現状を憂えているかというと、今、盤上で個性を出そうと思って指す棋士は少ない。今後は、芸術者から研究者の側面が強くなっていくでしょうと冷静に分析しています。そして、その研究にさぞ苦しみながら励んでいるのかと思いきや、ただ暗記しているだけです。時間がかかって面倒だけど、やることは決まっているので、と笑ってみせる余裕もあるわけです。ここまで明けっぴろげに話してくれる棋士はそうそういませんよね。対局後の感想戦でも思いましたが、作戦で考えていた内容もしっかり話しちゃいますし、勝負師という面以外に見ている人を楽しませようと思う気持ちが本当に強い棋士なんだろうなって感じます。ただ勝てば良いというより、見ている人を引きつける将棋を目指しているからこそ、対局後つまらない将棋になって申し訳なかったという言葉が出るんでしょうね。最近棋士の先生方の対談が多くありますが、見ているとそれぞれが持つ美学がきっちりあって、そこへ向けての研鑽を惜しまない方々なんだと強く感じます。過去には羽生九段の永世七冠達成を2度にわたって阻み、今また藤井二冠の前に立ちふさがる人気棋士の敵役と見られがちな巡り合わせがあるとされている渡辺名人ですが、自分は大棋士の系譜には入らないと前々から思っていた。そこを継ぐのは藤井さん。でも、社会を巻き込む主役でなくても、その敵役というだけで十分誇れること。対藤井戦は、キャリア後半のやりがいの一つになる。ここまで潔く言い切られてしまうと言葉が出ない。さらに対局後もしかり、ブログでも自身の対局の反省をつまびらかに紹介する。棋士は本当に珍しいですが、それに関して、確かに損かもしれない。でも、ある程度のことを言った方が、見ている人は面白いじゃないですか。それに、と付け加える。そんなことで勝てなくなるほど、自分の将棋は浅くないので、このように語っています。これだけ正直に話す名人だからこそ、藤井二冠に対する思いも本音なんでしょう。そういう意味でも、今回語られた内容は嬉しいですね。天才を育てるのは周囲だし、周囲も、天才の影響を受け成長するという構図はやはりあるんでしょう。どちらが欠けてもその世界の繁栄はない。そうだ。次は広瀬八段との王将戦が待っています。昨年度の負けを今回は返すところが見てみたい。